いよいよ来たなっていうとこですし、まあそうですね、絶対勝つぞっていうところがやっぱりまだ大会始まってないですけど今からすごく高まってます。そうですね、やっぱ点取らないと勝てないですし、本当に少ないチャンスをものにするっていうところはやっぱ気になってくると思うんで、フォワードの役割っていうのをしっかり果たしたいなと思います。諦めない姿勢っていうのは本当になでしこらしさというかがあると思うんで、最後までやっぱ戦う姿勢っていうところをたくさんの方に見ていただきたいなと思います。いつも応援ありがとうございます。オリンピック予選必ず勝ち抜いて、リオへの切符を手にしたいと思うので応援よろしくお願いします。